晩で村人全員がいなくなってしまった。綺麗な1000人以上です。うわ、1000人、やばっ。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。都市伝説。よっしゃ、ドーンドーン、今日やっていく都市伝説、集団失踪事件についてはね、都市伝説を喋ろうかなと思うんですけどね。まあその名の通りです。多くの人が一瞬でパッといなくなってしまうと、そういうことを指すわけなんだけども、このね、集団失踪と聞いて日本でおそらく一番有名な都市伝説があるんですけれども、まあその場所っていうのが青森県にあると言われている杉沢村っていうね、結構ね有名な話なんですよ。でも聞いたことある。もう普通に平凡な村だったんだけど、ある日を境に村人がほぼ全員いなくなってしまったと。何人ぐらい、まあ何人ぐらいかわからないけど、まあ100人以下ではあるね。で、この杉沢村出身と名乗る人の情報によりますと、はい、一体何が起きたのかっていうね。そしたらその人候補だったわけ。ある青年が急に何者かに取り憑かれたようにめちゃめちゃ暴れ出して村人を一人一人襲い始めた。で、ほぼ全員の村人を殺害して、結局その理由とか動機とか全く不明のままその男も出発していなくなってしまったという。こんな出来事が起きちゃったから、日本政府からもうこの杉沢村は日本地図から消そうっていうことで、もう今その村を探そうとしても場所とか特定できないわけです。そう、でも杉沢ってない青森。うわー、俺が今から言おうとしたことだよ。まだ自信があるな。交代でで、まあその教員が言ったように、まあ嘘みたいな噂話だったらこんなに日本全国で知られることはないと、本当に実在したんじゃないっていう根拠があって、その青森には杉沢っていう地名が何個かあるんですよ。その青森市の隣接する町に南津軽郡浪岡町っていう場所がありまして、この町に杉沢村ではないけど杉沢っていう地名が未だに残ってるんですよ。あ、なるほどね。やばいめちゃくちゃ限定しもらで、さらにその青森市から約100キロ離れたところに三戸郡福知村っていう場所があるんですよね。ここにも杉沢っていう地名が残ってるんですよね。まあだから岡山で、まあ、倉敷だけど、まあ真備町俺の地元やねん。お前も限定すなよ。ここだけ実家ありますんで、まあ、バンバン荒らしていただいてだからもう2つね、杉沢があることから、もともとめちゃめちゃでかい杉沢っていう村があったっていう説はあるし、まあ何個か杉沢があったっても考えられてるわけ。なるほど。まあでもね、結局この2つの町の郷土史みたいな調べてみると、その大量で村が消滅したなんていう史実は一切ないんですよ。だから結局、まあどちらかというと嘘なんじゃないみたいなっていう感じの都市伝説なんだけれども、今日はこの話ではありません。違うこういう話を前振りでするんだってまあね、詳しく喋るとね、もうめちゃめちゃあるんだけど、まあ今日はそれじゃないんで。これに似たような事件が中国でも起きてるんですよね。1987年、陝西省の山間部の昭山村っていうね村があったんですけど、この村も同じように失踪事件が起きたわけです、でね、こっちはね、やばいんですよ。一晩で村人全員がいなくなってしまった。綺麗な、とっても似てる二つなんだけど、何が違うかって言ったら、こっちの中国バージョンは廃墟として今もあります、その場所は。怖っ。で、しかもね、何が不自然かって言ったら、こっちはその犬とか猫とかのペット、あと家畜とかも綺麗丸々いなくなっちゃったっていう。やばっ。だからもうあまりにももう全部何もいなくなっちゃったから、神隠しにでもあったんではないかっていう声も結構多数あって、なんでこんないなくなってしまったのかっていう説がいくつかあるんで、それを発表していきたいと思うんですけど、はい、まず説一つ目が宇宙人にさらわれた。俺もそれを、俺もあーっていうのはおかしいいや違う、それぐらいじゃないとそれぐらいできないまあまあ、いや私はね信じませんよ。友成さんはどういう見解を。村長がおって、明日移動するぞー、わー、アホすぎるやろお前でね、そのまあでも宇宙人って結構都市伝説的なね面が多いじゃないですか、そんな適当に言っただけやろみたいな。でもそうとも言い切れないんですよ。
なんでかっていうと、こうやっていなくなってしまう前に小三村の上空でめちゃめちゃ UFO の目撃情報があったわけ。で、あとそのこの杉沢村の場合は結婚とか暴行の跡とかがあったと言われてるわけよ。それに対してこっちの小三村っていうのはそういうのも全くないと、もう綺麗さっぱりの状態だったから事件性なあれはないっていう感じで、まあ UFO 説が意外と真実だ。で、説2つ目、はい、中国共産党による強制移住説っていう。政府絡んでんの？そうそう、政府が絡んでいます。この小三村の近くに核施設があったと。それでここに村人を留めておいたら危険な目に遭うということで、この新しい場所に強制的に移住させたんではないかっていう説ですね。プラス小三村の周辺の人々が軍隊が村人をこう連れて行ってる様子を見たと。あら、もうそれじゃ。そうそうそう。まあ、UFO よりは可能性あるよ。 UFO は嘘じゃ、もうそっちなんよ。声が村長じゃん。でもですね、この事実に対して中国政府は強く否定しているんですね。まあでも否定することがまずおかしいんですよ。おかしい、うん、そんなわざわざ首突っ込まなくていいじゃないですか。このことからよりこの話の信憑性があるというか。事件の直前に満州にある人民解放軍の基地で出動のための大規模な準備が行われていたという、この軍事プロジェクトのコードネームがヒョウだったということから、この事件はヒョウ事件と呼ばれている。さらにね、小三村で起きた事件なんだけど、この事件が起きる数年前になんと同じような事件が起きてます。その事件の起きた場所っていうのが後編村っていうんですけど、まあこの後編村も一晩で村人全員がいなくなってしまったと。犬猫家畜含め。で、しかもこっちなんと1000人以上です。うわ、1000人。いくぞうまいの。相当な規模のデカさよ、はい、で、しかもこっちも一晩ですよ。それがね、まず一晩でいなくなった。でね、そのこの後編村と小三村の、まあ、似たような事件起きてますけど、これある共通点がありまして、それが風水なんだよね。占い。そう、占い。古代中国からその発明されていた、まあ、占い、方角の占いでしょ、うん、日本ではそんな感じなんだけど、風水の基本的な考えって、うん、例えばもうシンプルにこの場所は運気いいよみたいな、地形によって運気があるっていう考え方なんだよね。で、この2つの村ってめっちゃ運気いい場所だよって言われてたわけ。で、どういう運気がいいのっつったら、国家を支配していく上でめちゃめちゃいい。なるほど。国に奪われたんだ。そうそう。じゃあ別にそんなわざわざ移住させなくてもええやんって思うじゃないですか。はい。それだとちょっと問題がありまして、なんでもここに動物と人間含めて生命体がいると運気が乱れてしまいますよっていう考えがあった。だからこの村に生きてるものがいちゃいけないわけなんですね。だからわざわざ軍隊を使ってどっか他の違う場所に移動させたんではないかって言われてるわけですよ。すごい。だからね、この共産党による強く否定しているっていうことも怪しいですし、だから結構この説信憑性あるんですよ。これは書くでしょ。でね、その、まあ、風水はね、うん、まあ、日本ではやっぱみんな言ってたように、やっぱ占いみたいなイメージが強いと。まあ、中国とか韓国からしたら、ちゃんとした学問として学ばれてるわけですよ。そうなの。そう。それプラス、あと、日本ってさ、お城とか昔の建物ってさ、遣唐使とかいいじゃん。その中国の人の考えによって城が作られてるわけ。だから、城とかも風水に基づいて作られてるわけ。あ、そうなんだ。だそれぐらいガチガチでやっていると。まあ、でもその、さっき正義が言ったように、こんなちゃんと風水に基づいてやってるって言ってんなら、わざわざ隠蔽するのはおかしいと。そうだ。もう一つ気づかれたことがあって、そこに住んでた村の人、風水だから移住しろって、まあ、国から命令されて、果たしてすんなり移住するかねっていう。でも国が言ったらもうしょうがないです。ああ、まあね。まあでもしょうがないっていう考えもあるかもしれないけど、もしかしたら反発する人もいるかもしれない。一人ぐらいはいそうやね。何がやばいかって言いますと、はい、移住先の村人、一人も確認されてないですよ。だからもしかしたら、ここに住んでた村の人々は、全員政府関係の人にされてしまったかも。知れませんね。信じるか信じないかはあなた次第です。おーい。確認されてないってヤバくない？ヤバいヤバい。その移住先の新しいとこで、うん、周辺の人とかでさ、うん、なんか噂とか立ってたじゃん。そういう情報が一切ない。消されたんだ。そう、だからもしかしたら消されたかもしんないよねっていう。今日は、青森のタボの出身地、はい、杉沢村についてお話しします。杉沢村ネタにしてねえよ。杉沢村出身じゃないよ。ちげえよ。あー、指切り村か。指切り村じゃない。久々にやらせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。よっよっよっ、もう一回やれ。いや、もう一回やらねえよ。指切れ指切れ。もう一回やれ。なんでもう一回やれ。やらねえっつってんだよ。すろん。なんでやらねえんだよ。やるって言わないだろ、こんだけ言ったら。2回目ぐらいでやれ。やらないでしょ、指切りだって頼まれたって。もうそういうとこ嫌いやわ。
エンジンでーす。あーどっちかどっちか思えないか言ってくださいよ。はい、じゃあみんな期待してるんで、はい、言います。はい、指切りブラじゃない。